どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。このガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもこのウクレレで楽しく音楽すぐできるよということで日々レッスン動画を公開しています。音楽、どんどん始めていきましょう。さあ、今日のレッスンも始めていくんですけど、はい、いつものように、G ラボのガズモデルと初めてウクレレを使ってやっていこうと思います。この今ね、映ってる G ラボのウクレレたち、ただいま大好評販売予約受付中。概要欄に、販売ページに載っておのリンク貼っとくんで、ぜひね、見に行くだけでも見に行ってください。これ最高最強レベルのウクレレですからね、よろしくお願いします。さあ、レッスン入っていきましょう。今日のね、レッスン動画の課題曲はですね、こちらの曲です。ドーン！シュガーソングとビターステップ、ユニゾンスクエアガーデンさんの、曲でございますけれどもですね、ユニゾンスクエアガーデンさんの名曲でありながらも、アニメソングとしても、これは有名な曲でございます。アニメ結界戦線のエンディングということで、これはですね、いい曲なんですけども、めちゃくちゃ早口でですね、かなりレベルは高いと思います。で、この曲、有名曲ですから、もちろんガズレレ YouTube チャンネルで、ね、過去に一回取り上げてます。2018年だったんで、もう今からね、5年とか6年ぐらい前になるんですね。今見るとすごい不親切なんで、今回濃厚解説で、さらに深めて、さらに分かりやすく簡単になって、さらにかっこよくなったパワーアップバージョンで2023年版お届けしようと思います。いつものように2バージョンでいきます。最初のバージョンは初心者さん向け超シンプル簡単バージョン。こっちはね、できる限り簡単にして、しかもゆっくりやってますんで、初心者の方でもできると思います。後半のかっこいいバージョンはですね、皆さんやばいです。これはもうぶっ飛びバージョンです。もうめちゃくちゃハードル高いかっこいいバージョン、これはですね、まあすごいですよ。やってみてください。はい、2バージョン最後までご覧になってください。さあ皆さん、音楽を始めよう。音楽って聞くのも最高だけど、やる方がもっと最高。今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネルではですね、私今まで音楽やってみたいけど全くやったことないですとか、楽器にチャレンジしたんですけど挫折しましたみたいな、そのあなた、もうあっという間にできるね、もう革新的でものすごくいいレッスン動画公開されております。やってみたいなと思った方、概要欄にガズレレのウクレレの始め方、リストになってますんで、その動画を見ながらね、どんどん練習していってすぐできますからね、やってみてください。このガズレレ YouTube レッスンなんですけども、で、課題曲2000曲近くあると思うんですよね。皆さんの好きな曲きっとあると思います。どうせレッスンするんだったら、プログラムに応じてやるのもいいんですけど、自分の好きな曲やってみるのもいいと思います。そんな場合はですね、やってみたい曲名スペース、ガズレレという感じで YouTube で検索していただく出てくる可能性あると思いますよ。はい。で、ホームページに行くといろんなジャンルボックスとかいろいろあってね、いろいろ選べるようになってますので、ぜひどんどん音楽聴くからやるに変えていきましょう。さあ、始めていきましょう。シュガーソングとビターステップ。まずはゆっくりと初心者さん向け超シンプル簡単アレンジバージョンやってみる。ワン、ツー、スリー、フォー。トレッテッテッテンダランダンダン。スリー、フォー。トレッテッテッテンダランダンダン。さあ、はい。頂点ペンチみたいな競争にもまれて、こんな日常平和と見間違う。ダンブリンコースター揺さぶられながら、見失えないものはなんだ。平等性原理主義の概念に飲まれて、心までがまるでドセトラ。大嫌い大好き、ちゃんと喋らなきゃ人形とさして変わらないし、愛よい街を行く人だかりは嬉しそうだったり寂しそうだったり、ゴンドラスとか五線譜を飛び回り、歌とリズムになるマレードにシュガーソーピーナッツ&ビターステップ。甘くて苦くて目が回りそうです。なんなんせを目指してパーティーを続けよう。世界中を驚かせてしまう夜にな。 I feel 頂上連鎖になってリフレクト。
ソングとビターステップガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。シンプル簡単バージョン、コードはですね、これかなり簡単アレンジしてるんですけど、まあなんつったってこの早口なもう畳みかけてくる、ボーカルのこのタイミングとメロディー、もうラップと言いますか、もう勢いがすごいんですよ。これはよっぽど聞いて聞き込んで、もうタイム感をですね、こう自分の中で落とし込んで、これがキーポイントになると思います。これはね、ゆっくりやっても早いんでね、ボーカル。かなりキーポイントになると思います。ぜひ皆さんトライしてみてください。今のバージョンは聞いていただいて分かったと思うんですけど、これ1番までなんですね。イントロから1番のサビまでやったところまでのというガズレレオリジナルのショートカットアレンジバージョンなんですけど、ひとまずこれ、ここまでやりましょう。この後も曲は続いていて、すっごくそっちも難しいんですけど、まずここまで、やってみましょう。これでもものすごいことになりますからね。今のシンプル簡単バージョンですから、それでもですね、やっぱり聞き込みが大事だと思います。ガズレレの動画には歌詞とコードが載ってますので、まずはゆっくりガズレレと合わせて練習してもらって、1個目のゴール設定としては、簡単バージョンのガズさんと一緒に合わせて演奏できたら、もう素晴らしいゴール達成だと思います。一緒にできたよという方はおめでとうございます。じゃあ次のステップどんどん行きましょう。今日はこの段階でも結構ねレベル高いと思うんですけど、できた方はです今度はね、ガズレレ YouTube を一切見ずに皆さん一人だけで演奏してみましょう。歌とリズムと音楽を自分一人だけで生み出す、これやっていただきたいなと思うんですけど、とはいえ最初から歌詞とコード全部丸暗記するのは大変でしょうから、ね、まずは楽譜練習がいいと思います。楽譜を見ながら何回も何回も練習して、いずれは覚えちゃって大空に向かってこの曲を歌うね、アニメを思い浮かべながらこの曲の世界観を覚えながら歌うっていうのが素晴らしいと思うんですけど、でも楽譜ってどこにあるんだろうということだと思うんですけど、安心してください。ガズのこの手書きノート、はい、もう35冊目です、グッドなんつってね、はい、35冊目のノートにこう書いてます。こんな感じで書いたんですけど、これねもうちょっとしたら画面に映して、これみんなもこんな風に書いてみたらいいじゃんってシェアしようと思うんですけど、今大変便利なサービス始まってます。これです、ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げたシュガーソングとビターステップを含むガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大なストックの楽譜があるんですよ。その中から毎月5曲皆さんがこの曲がいいな、この曲やってみたいみたいな感じでお選びいただいて、即座にデジタルデータとしてお手元にダウンロードしていただいて、すぐに練習に入っていけるよという画期的なサービスなんです。そしてですね、このガズクラブは楽譜のダウンロード以外にもですね、いろんなコンテンツがあります。毎月2回全世界中のこのガズクラブメンバーが集まってワイワイセッション、課題曲を決めて、もうめっちゃ盛り上がります。大セッション大会ガズオンを開催しております。毎月2回ですよ。はい、それにね、ガズクラブメンバーの方だけが使えるアプリがあったりとかしてですね、みんなの演奏動画アップロードできる非公開のページがあったりとか、なかなか盛り上がったです。メンバーのコラムも、スタッフ、ガズレレ G ラボスタッフのコラムなんかも楽しめるんで、そんなものも盛りだくさんです。それちょっとね、このガズクラブとはまた違うんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってるんですよ。こっちは大学ですからお勉強ですよ。毎週2回によるライブ配信、これは YouTube メンバーシッププログラムというのを利用してまして、 YouTube はパソコンで見る人、ここに、下にメンバーになるというボタンがあると思うんですけど、それから入れます。こっちは毎月590円で毎週2回45分のライブ配信、テーマを決めてものすごくマニアックに分かりやすくチャットでもやり取りしながら濃厚にやってます。ぜひこれチェックしてみてください。概要欄に貼っておきますよ。そしてあと毎朝4時半からガズラジやってます。スタンド FM というアプリでもやってるんですけれども、最近ではですね、ガズラジ YouTube という YouTube チャンネルも立ち上げましてですね、まあ同時公開してるということで、毎朝4時半から365日とってもいい話をしてますんで、ぜひ聞いてください。無料で聞けるラジオアプリになってます。今ご紹介したこの3つのコンテンツ、概要欄に URL など貼ってますんで、ぜひ見てみてください。それじゃあ楽譜を見ていきましょう。2023年改訂版のシュガーソングとビターステップ、結界戦線アニソンです。はい、ちょっとね今日すごいですよ。この見て、何かの暗号じゃないかしらってくらい言葉がめちゃくちゃ詰まってるんですよね。もうそんだけ早口ですから、うん、はい。でここ見てもらうと、これタブという譜面なんですけど、これかっこいいバージョンであのフレーズをですね弾きます。ご期待ください。しっかり解説していきますからね。でここから感想に入っていくんですけど、ここもね下にくるっと囲ってるやつかっこいいバージョンで使うよとか、こうワンブロック4つになったりタカタカタカってキメが入ったりとかします。これもかっこいいバージョンで解説していきます。今のシンプル簡単バージョンはこの上の段をここでゆっくり弾いていって、ここは2ブロックは伸ばすって感じですね。はい。でここからだが始まるんですけれど、あ、感想があって、ここの矢印マークはシンコペーションというリズムで前にどん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 食い込んでいくよとかで、後で解説しますね。シンプル簡単バージョンは普通にシンプルに弾いていったということなんですけど、この歌見てください。めちゃくちゃ詰まってますよ今日は。はい、こんなことになってます。こうやって写しとくので、皆さんお時間ある方は、一時停止してメモ帳ノートに書き写してください。メモ帳には書ききれないに、これノートですね。で今紹介させてもらったガズクラブでこのノートの楽譜のデータをダウンロードしてもらうのめちゃくちゃ有効です。今日みたいなこの曲はかなり役立つ。
歌詞の上にこの V があったり点があるじゃないですか。これリズムが分かるようになってますね。ここちょっとやってみると、せーの、うん、頂点ペンチーみたいな、チーの上に点がある。だからここでリズムがある。うん、頂点ペンチーみたいな競争に、伸ばすところの間に V があるから、ここでリズムが入るというのは、こんな感じで、この、ね、棒、点と V がね、めちゃくちゃわかりやすいです。あと、ここの、位置に対しての歌詞の位置とか、あと歌詞カードには出てない、この伸ばすところの表記とか、これかなり役立ちますからね。ガズクラブ入っていただいて、このノートそのままもダウンロードもめちゃくちゃ大活躍できると思います。お時間ある方はこの通りに書いていくのがいいと思います。で、やってみてください。はい、写しておきます。まず A メロ。これ歌うの大変ですよ。はい、で、ここ B メロですね。B メロからサビ。いやー、これでもう、か、もうノート書ききれない言葉が多くて。これをですね、ガーッとこうね、リズムに乗って、もうね、突っ走って歌っていくわけですから、これ、テンポかなり速いですから、かっこいいバージョン、普通のね、演奏シーンは。はい。まあまあ、まず最初はゆっくりがいいと思いますね。で、これサビを一回やって、ここで、止まって終わって、ここで、まあ、感想というかエンディングね、このガズレレバージョンだと、ここエンディングやって、C で終わるというような感じになっております。ここまででもですね、まだ1番までなのにもうてんこ盛りですから。はい、出てくるコード見ていきましょう。赤く囲ってるやつはかっこいいバージョンで出てくる難しいコードなので隠しておきます。今やった、簡単バージョンでも9個のコードが出てくる。言っていきます。CAm、C7、F、Dm、D7、G7、E7、Em7 という9個のコード。2023年バージョンはちょっとね、パワーアップしてますからね。はい。今映ってる9つのコードはいっぱいあるなと思うかもしれないんですけど、これは安心の入門コードなんで安心してください。これです。ガズレレ必須コードです。このガズレレ必須コードっていうのは何かというと、このちっちゃいくらいで音楽始めたい人に一番最初に覚えてもらいたい入門コード10個のグループ。10個もあるのかと思うかもしれないんですけど、1個ずつ見たら入門コードなんで超簡単。だけど、いっぺんに覚えようと思うと頭の中がごちゃごちゃになるんで、私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃう、ものすごいわかりやすくて楽しい動画を撮ってます。概要欄にその動画貼ってるので、コードわかんないよという方、そこでぜひ勉強してください。楽しく覚えるのがポイントになってます。ということで、コード9個で今のシンプル簡単バージョンやったんですけど、とにかく今の簡単バージョンでもですね、これ歌のリズム感ですね。頂点ペンチみたいな競争にも慣れて、こんな日々、これで、この歌だけで練習した方がまずいいと思いますね。デビューしたのが。これがストロークのリズムになるわけですからね。やっぱ歌中心、弾き語りといえばやっぱ歌中心だし、これ、口が回んないぐらいね、早口なんですよね。平等性原理主義の、平等性原理主義のってこれなかなか言えないですよ。その辺のこの口を柔らかくするところもトレーニングしていきましょう。まず聞き込みが肝心だぞ、ということです。じゃあここからかっこいいバージョンの解説どんどん入っていきましょう。かっこいいバージョンでは2つコードが追加。まず A シャープ。これはね、初心者さん引っかかるコード、こことこことこことここ、こうやって押さえるか、あるいはこうやって押さえるかということなんですけど、これ A シャープを解説してると結構ね、ボリュームあるんで、以前 A シャープを濃厚解説してる動画、概要欄に貼っておきます。 A シャープねつまずく方が多いんで、ね、それぜひちょっと見ていただきたいですね。 A シャープかっこいい場所ではいっぱい出てくるよと。もう一個 F マイナー、これもね初心者さん突っかかっちゃう有名コードですね。 F マイナー、まず押さえる場所、こことこことここ、こうやって押さえる、あるいはこうやって親指を使う。これもですね、説明するのをねなかなかボリュームあるんで、同じように過去に F マイナー濃厚解説している動画があります。うまく抑えられないなという方、概要欄のリンクで動画でじっくり研究して A シャープと F マイナー使ってこのかっこいいコード、使ってやっていきましょう。さあ、じゃあ今日リズムですね。今日このリズムがねもう強烈なんです。この曲のリズムこちらになってます。ドーン、16ビートのチャとカッティングと疾走ビート、この疾走ビートちょっとね、メリハリで出てくるんですね。これかっこいいです。で、今日の16ビートのチャートカッティングはですね、なかなかこれはね、ソウルフルでファンキーでね、早いんでね、これはかなりです。かなりかなり。で、まあ、ひとまずはですね、今これ映ってるリズムの解説、概要欄に貼っておきます。ウクレレでできるリズムのいろいろというページの中に、それぞれの濃厚解説レッスン動画がアップロードされているんで、ちょっとね、見ていただきたいんですけど、今日こそ、この動画めちゃくちゃ役立ちます。これ16ビートでもすごいファンキーでカッティングが混ざったやつの、もう特訓する動画になってるんですよ。これも概要欄に貼っておくんで、ぜひこれもご活用してください。ちょっと基本のコード進行をちょっと弾いてみますと、あとね、今日シンコペーション、このマーク出てきますよ。シンコペーションというのはリズムがズコンと前に出てくるよということなんですけど、ちょっとこの間奏というかイントロ間奏のところをちょっと見てもらうと、Dm、G7、Em7、Am で、矢印が間に入ってますね。ここで、ダン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 ってこんなに食い込みます。今からちょっとゆっくりめでやってみようと思います。ワン、ツー、サン、はい。こんな感じ。
今すごいガズさん軽やかにやったでしょ。これが難しいんです。軽やかにやるのが難しいんです。はいはい、ここにしかもカッティングを入れるといいよという話なんですね。やってみます。ワン、ツー、スリー、フォー。デレ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 。わかる？ちょっとだけ。ちょっとカッティング入れるとかっこいいですよ。ここら辺はさっきのね、概要欄に貼ろうと言ってこの動画見てもらいたいんですけど、これは、一応最高レベルのリズムと言っても過言ではないと思います。一応この感想のところを全部やってみようかな。ワン、ツー、スリー、はい。デレデレデレ。今のこの G7 ダッダッ、これ決めなんですけど、ここでもカッティング、左手見て、左手で弦を触れて音を止めてます。これがカッティングです。今回この決め結構いっぱい出てきます。これだからかっこいいバージョンかなりハードル高いですね。で、後でちょっと深く解説するんですけど、かっこいいバージョンではトゥッテ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 のフレーズを再現するんですけど、その解説はもうちょっと後にさせてもらって、リズムに入っていったところからやっていきましょう。でッテ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 のフレーズの後に、せーの、伸ばす、テッ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 、次ワンブロック4つ、でででで、今の C のところ、これ難しいです。ダダダダ、ん、ダダダダっていうリズムですね。ダガダガダガダダ、はい。わかるこれ。ダダダダ、ん、ダダダダ、これもカッティングだね。はい。ワン、ツー、スリー、フォー。案外これ難しいですよ。はい。じゃあもう一回ちょっと、でてて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 てゆっくりめ。で、今イントロですよ。てててて、で、で、で、はい。ここがイントロでございます。もうここまででも結構カッティングと16ビートファンキーな16ビートの応酬でもう目が覚めるぐらいのね、ハードルだと思うんですけど、こんな感じのニュアンスなんです。この曲はちょっとこれ避けられない。しかもテンポめちゃ早いですから、原曲は。なんで、ちょっとそこはね、かなりのハードルなんですけど、じっくり行きましょう。で、歌の中も、基本的には16ビート、ファンキーな16ビートとカッティングが混ざったやつで、シンコペーション入りですね。頂点ベッチみたいな競争になれて、波切り、公平は飛び間違い、A シャープ入ってきますからね、こういうとこに。はい、ラムリンコースター、F マイナー、さすがれながら、見失えないものも、ツクタン、ツタン、ツタン、バン、はい。この G7 のところの君もツクタンツタンツタン、これもろカッティングですね。ゆっくりやるとせーのツツタンツタンツタンダンです。はい、見失えないものからやってみましょう。見失えないものはなんだ、こんな感じです。ツクタンツタンツタンダン、すごい。はい、次もね、ずっと同じやって、次のところは C で同じところ、人形と刺して変わらないしのところ、人形と刺して変わらないし、つたつたつた、あよい町を、これ、つたつたつた、ここは、C になりますね、さっきのところが。そして、B メロなんですけど、ここもまあカッティングで止めたいリズムですね。よい町を行く人だかり、これはユニゾンです、歌と。あよい町を行く人だかり、これダンダンツタンダンって止まる、ダンダンツタンダン、ここはねきっといけると思う。で、嬉しそうだったり寂しそうだったり、この後疾走ウェイトに変わります。コントラストが5000フルボンドビも、ここから16ビートになる。ここがねちょっとねメリハリですね。コントラストが5000フをまで、疾走ビートがいいんです。ちょっとこうベタッとこうする感じのイメージでしたね。それをちょっと再現してみました。B メロからやってみましょう。あーよい街を行く人の中には嬉しそうだったり寂しそう、好きしそう、コントラストがダウンピッキングがいいから全部飛び回り、ここでカットリズムになる。 G7 で一回止まっといて、歌とりあえず G7、D7。はい。ここ決めですね。G7、G7、D7。ここをちょっとアレンジしてみました。ここ決めなんですね。歌とリズムになる。で、D7 行って。で、またサビ。ママレードシュガーソルティーヌ。サンドベタして。甘くて。
こんな風になりますね。で、その後に、目が回りそうです。ワンブロック4つで A シャープ入ってくる子。甘くて苦くて目が回りそうです。なんだぜ、ここ。ここは忙しいけれども、ちょっとうねりが欲しいんですよね、ここは。余裕出てきたらやってみてください。ワンブロック4つですね。もうとにかくここ歌も畳みかけてくるサビなんで、パワフル全開でやりたいとこなんでね、ここら辺はかなりコードもね、いろいろ出てきて、これはなかなかのノートレですね。で、そのままサビを続けます。七世を目指してパーティーを続け、世界中を F マイナー、かせてしまうようになった、非常常連鎖になってる。ここ決め難しいよ。なる、I feel 上々から、せーの、なる、I、連鎖にな今の C でシンコペーション C C F F F C ダンダンダン、はい、このシンコペーション C を一回バンと弾いて止まる、そこで連鎖になってリフレクトデゲデゲデデンでエンディングに入っていきます。ここのもうカッティングですね。シンコペーションとかも出てきてもうすごいことになっちゃってるんです。サビをちょっとゆっくり全部回してみようかな。せーの、ママレードにシュガーソンピーナッツサンドで出して甘くて苦くて目が回りそうです。何なせを目指してパーティーを続けよう、世界中を驚かせてしまう夜になった、非常の連鎖になってリフレクト、だけだけだけ、エンディングに入ってます。ここがなかなかすごいですね。歌が早いですからね。はい、F マイナーとか A シャープもりもり出てきます。で、最後の最後エンディングで決め、ここだった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  C D D D つてててですね。正確には G7 でダン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  C、 はい、まあここでもエンディングでやってるんであんまりこう綿密にやらなくてもいいと思います。一応お伝えしておきますということで、カッティングと16ビートのチャンネルも決めがもうビシバシ来るところに、このファンキーソウルフルなこのね疾走感まさの16ビートのチャンネル、ファンキービートでもうねひっくり返りそうなぐらいのもうことになってるんですけど、ゆっくりから始めていきましょう。はい、じゃあイントロのメロディーご紹介、これタブーフでちょっと説明します。タブーフこんな感じです。このタブーフの読み方わかんない人は概要欄に読み方の解説動画貼っとくんで見ておいてください。まず、2弦の3フレットで、次1弦の0フレット、次1弦の3フレット、その次また2弦の3、1弦の0331弦の7、ここ飛びますよ。はい、これをリズムに合わせてください。ゆっくり1 2 3 4 3 0 3 3 0 3 3 7みたいな感じですね。これリズムに乗るとこんな感じです。せーの、1 2 3、はい、ブタティブタダタタ、このリズムですよ、覚えておいてください。せーの、ダタタタタダタタ2 3、はい、ですかね。ブタタブタダタタ、これ2回やるんですけど、その間にカッティングでリズムを刻みます。ちょっと原曲っぽい感じで、本番っぽくやってみますね。1 2 3 4 てってさっきのイントロに入っていきます。トゥッタッタトゥッタラッタッタッとこバカツタスタスとか、カッティング弦をどこでもいいか触っといて、このリズムだけ、ここがかっこいい。このタブ譜をじっくり見て、ゆっくりまずはこの3フレットから1弦の7に飛ぶの、結構慣れが必要かもしれません。こういうフレーズができるようになるとまた輝きが増します。このイントロはね、なかなかこうインパクトがあるところなんで、ぜひねゆっくり挑戦してみてくださいと言いながらも、今日はもう最初から最後までもうかなりハイレベルだと思いますんで、ゆっくり楽しみながら、あの怖い顔になっちゃいがちですけど、音楽は音に楽しむって書くんでね、楽しみながらやってください。あとやっぱりもうね、やっぱ曲の世界観、歌詞の内容、アニメの世界観、もうそれぞれの方が持っている世界観、もうこのね感情表現ですから、やっぱり音楽はこういういろんなテクニカルなこともあるけど、やっぱりそっち優先でねやりたいなと思うんですけど、今日みたいな曲はそのバランスがやっぱりキーポイントになると思いますから、じっくりゆっくりまずはやってみるのがいいと思います。はい、それではやっていきましょう。ユニオンスクエアガーデンのシュガーソングとビターステップ、ガズレリルかっこいいバージョン、やってみる。1 2 3 4、
揺さぶられながら見失えないものはあった平等性原始の概念に生まれて心までがまるでと桜大嫌い大好きちゃんと喋らなきゃ人形とさして変わらないし愛よ命を行く人だかりは嬉しそうだったり寂しそうだったり踊らす人が五線譜を飛び回り歌とリズムになるままへの西がサフィーナさぬき出して甘くて苦くて目が回りそうです何々性を目指してパーティーを続けよう世界中を驚かせてしまう夜になる I feel 頂上連鎖になってリフレクト歌ソングとビターステップガゼレリルかっこいい場所にやってみました。これは来てる、かなり来てます。これ皆さん、これはですね一筋縄ではいかないですよ。かなりこれはハイレベルなものだと思いますね。16ビートのファンキービート、やっぱりその基本のリズムからしてちょっとハイレベルなんで、まずはねなんか見ますけど、ゆっくりから歌も早口だし、そこから一歩ずつ成長していきましょう。楽しんでやってください。さあお知らせです。冒頭にもご案内しましたけど、今 G ラボのウクレレたち、販売予約受付中、概要欄に貼っとくんでぜひチェックしてみてください。最高最強レベルのウクレレですからね。あと2023年ガゼレレ生誕10周年ということで、東京名古屋大阪でイベント開催したんですけど、もうソールドアウトになってくれてありがとうございます。追加公演決定でーす、5月の14日日曜日吉祥寺 GB で夕方の部、これが予約スタートになりました。ぜひ皆さん買い逃した方、どうしようかなって迷っているうちにソールドになっちゃった方、概要欄に貼っておくんでぜひ、予約してください。待ってます。そしてこの本出てますからね、はい、子供と歌おうソングブックがリットミュージカル5月12日に出たばっかり、大好評です。 Amazon でもいきなりカテゴリー3つか4つぐらい1位獲得しております。はい、この本の出版記念して渋谷のタワーレコードでイベント開催します。誰でも参加できるんですけど、ちょっとねこれ詳しく見ていただきたいんで、概要欄にそのね、タワーレコード、渋谷タワーレコードの参加方法など書いてありますんで、ぜひそっちもチェックよろしくお願いします。そしてね、ガズレレではいろんなことやってるんですけど、ガズピアノっつうのやってるんです。知ってましたか？鍵盤楽器もガズレレスタイルでどんな方でもすぐ弾けちゃう革新的な、YouTube チャンネルがあるんですよ。これガズピアノでね、YouTube 検索すると出てきます。本が出てますから、リットミュージックさんから出てますよ。ぜひ皆さんこれ覚えておいてください。検索して、今楽器さんとか本屋さんにも売ってると思います。そしてガズレレではですね、ガズレシピというアプリがあってですね、アプリ、スマホとかタブレット皆さん入れておいてください。入って、そこで何ができるかというと、楽譜が見られます。無料の楽譜もあるんですけど、有料の楽譜がもう山ほどあって、もう何百曲もそこで、要はこうスクロール、自動スクロール機能とか、メトロノーム機能とかってなかなかすごいいいことになってますんで、ぜひアプリ入れるだけでも、まず入れてみてください。そして、それのね、書籍版も出てますからね、これ本にもなってるんですよ。Amazon などで販売中、ガズレシピ書籍版もぜひチェックよろしくお願いします。あと、いつもでガズが使ってる G ラボウクレレについているこの水引きだとか、はい、このストラップだとかキャップだとかね、 T シャツとかいろんなグッズあります。このグッズページホームページに載ってますので、ね、いろんなグッズも探してみてください。そんな感じであっちからこっちからもうめちゃくちゃもう楽しく音楽やろうぜということで盛り上がって盛り上げていっております。ぜひ皆さん楽しく音楽していきましょう。さあ本日はレッスン動画をご覧いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。それではね、バイバイ。